練習もすることなんかちょっと家庭の事情で家庭の事情で一回ちょっと抜けたんですよ。初めての練習日ちょっと前ぐらいにそれでそこからまあ急遽違う人をお願いして、まあ、ずっと やってたんですけど、まあ、1年ぐらいですね。で、まあ、帰ってきてくれたのでスタジオに何回かちょっと入ったくらいじゃん。ここで言ってるのは初めてです。よろしくお願いします。まあ、このメンバーでやるのはもしかしたら今日で最初で最後かもしれませんか。またよろしくお願いします。今日なんか忘年会ということなのでケンさんすいませんありがとうございます。フリーハウス番組の皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとなんか皆さんとちょっと違うちょっとうるさい感じなんですけどすいません。ちょっと待ってください。どうですか。
Thank you.
バンドの方のロバって誰なのか聞けないんで、すいません、勝手に下がります。ありがとうございました。マソミキでした。あ、はい、やっちゃう。